今日はルシャトリエの原理について学ぼう。まずはイメージから押さえましょう。例えばあなたは今電車に乗っています。どちらの車両も同じぐらいの人数です。さて、駅に着いてたくさんの人があなたがいる車両に乗ってきました。この時あなたはどうしますか？おそらく空いている隣の車両に移動すると思います。このように状況が変化すると、その変化を緩和する方向に移動することをルシャトリエの原理と呼んでいます。ここからは例題を見ていきましょう。例えば窒素と水素からアンモニアができる反応は化学反応です。この反応が平行状態になっているとき、窒素を加えると右向き左向きのどちらに平行が移動するでしょうか？今窒素と水素とアンモニアは平行状態で気持ちよく電車内にいます。そこに大量の窒素が乱入するとぎゅうぎゅうになったので、ルシャトリエの原理から窒素を減らす方向に反応が進みます。窒素と水素が反応してアンモニアに変わって、またみんなが落ち着く新しい平行状態ができます。なので窒素を加えると平行は右向きに移動します。ここでルシャトリエの原理が出題されるときは数問がセットになって出てくるので、機械的に処理できるようにしておきます。この問題の場合、窒素を加えたのでルシャトリエの原理から窒素を減らす方向に移動します。つまり窒素が使われてなくなる右向きに平行は移動します。実際に問題を解くときは電車は書かずに日本語を逆にする、これで対応しましょう。例えばこの化学反応が平行状態になっています。二酸化炭素を除去すると右向き左向きのどちらに平行が移動するでしょうか？今平行状態で全員気持ちよく電車内にいます。ここから二酸化炭素が出ていくとスッカスカになったので、ルシャトリエの原理から二酸化炭素を増やす方向に反応が進みます。なので二酸化炭素を除去すると平行は右向きに移動します。機械的に処理するなら、二酸化炭素を除去したのでルシャトリエの原理から二酸化炭素を増やす方向に移動します。つまり平行は右向きに移動します。実際に問題を解くときは電車は書かずに日本語を逆にする、これで対応しましょう。例えば窒素と水素からアンモニアができる反応は化学反応で発熱反応です。平行状態になっているとき、温度を上げるとどちらに平行が移動するでしょうか？温度を上げたので、ルシャトリエの原理から日本語を逆にして温度を下げる方向に平行は移動します。右向きなら発熱反応で温度が上がる方向、反対に左向きなら吸熱反応で温度が下がる方向なので、温度が下がる左向きに平行は移動します。例えばこの化学反応は吸熱反応です。平行状態になっているとき、温度を下げるとどちらに平行が移動するでしょうか？温度を下げたので、ルシャトリエの原理から日本語を逆にして温度を上げる方向に平行は移動します。右向きなら吸熱反応で温度が下がる方向、反対に左向きなら発熱反応で温度が上がる方向なので、温度が上がる左向きに平行は移動します。例えばこの化学反応が平行状態になっています。圧力を上げるとどちらに平行が移動するでしょうか？圧力を上げたので、ルシャトリエの原理から日本語を逆にして圧力を下げる方向に平行は移動します。ここでこの反応式で左側の気体の粒は窒素1粒と水素3粒の合計4粒、右側の気体の粒はアンモニア2粒です。同じ空間で見ると4粒の方がぎゅうぎゅうで、2粒の方がスカスカですね。つまり4粒の方が圧力が大きくて、2粒の方が圧力が小さくなります。なので圧力が小さくなる右方向に平行は移動します。例えばこの化学反応が平行状態になっています。圧力を下げるとどちらに平行が移動するでしょうか？圧力を下げたので、ルシャトリエの原理から日本語を逆にして圧力を上げる方向に平行は移動します。左側の気体の粒は合計2粒、右側の気体の粒も2粒です。どちらも同じぎゅうぎゅう具合なので、圧力を上げるも下げるもできません。なので平行は移動しない。これが答えになります。最後にこの問題を解いてみましょう。まずは1番。この平行状態に
反応とは無関係のアルゴンが入ります。すると全体がぎゅうぎゅうになって圧力が上がります。この問題では圧力は一定と決まっているので、圧力が下がるように体積を大きくしておきます。ではこの平行がどう移動するか見ていきましょう。アルゴンはこの平行とは関係ないので無視します。この状態は最初に比べてスカスカですね。スカスカになったので、ルシャトリエの原理から日本語を逆にしてぎゅうぎゅうにする方向に平行が移動します。アンモニア2粒より窒素1粒と水素3粒の合計4粒の方がぎゅうぎゅうなので、平行は左向きに移動します。次に2番。ここにアルゴンが入ります。ぎゅうぎゅうにはなりますが、体積が一定であればいいので、特に変化はありません。では、この平行がどう移動するか見ていきましょう。アルゴンはこの平行とは関係ないので無視します。この状態は最初と何も変わっていませんね。なので、平行は移動しない。これが答えになります。状況が変化すると、その変化を緩和する方向に移動する。これをルシャトリエの原理という。問題を解くときは、機械的に日本語を逆にして問題を解く。反応に関係ないやつは無視する。これを採用。ありがとうございました。原子番号38番のストロンチウム。ストロンチウムは炎色反応を示して、花火の紅色を表現するときに使われている。また、一昔前のテレビに使われていたブラウン管のガラス部分にもストロンチウムが添加されていたんだよ。